はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、前回動画では対戦でよく使用されているポケモン SAR たちについて紹介しましたが、今回はトレーナー SR たちについて調べてきたので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はペパー SR です。メルカリでの高値では約2900円での取引がありました。購入相場的には2200円から2800円での取引がありました。2枚目は博士の研究 SR です。高値では約2000円での取引がありました。購入相場的には1200円から1900円での取引がありました。3枚目はオーリム博士の飛躍 SR です。高値では約1900円での取引がありました。購入相場的には1500円から1800円での取引がありました。4枚目はアクロマの実験 SR です。高値では2300円での取引がありました。購入相場的には1500円から2200円での取引がありました。5枚目はボスの指令 SR です。高値では1万1500円での取引がありました。購入相場的には8800円から1万1000円での取引がありました。6枚目はカイ SR です。高値では1万5300円での取引がありました。購入相場的には1万2500円から1万5000円での取引がありました。最後はナンジャモ SR です。高値では約1万8000円での取引がありました。購入相場的には1万4500円から1万7500円での取引がありました。 SAR のトレーナーはなかなか高値で販売されているため手が出しづらいと思います。もちろん SR も高いですが、自分の一番好きなデッキをハイリアリティで作り上げたいですよね。最近私はサーフゴーデッキが個人的にハマっていますが、また診断で色々と試してみたいデッキもあるので、皆様のよく使用しているデッキなどがあれば教えていただけると嬉しいです。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。